ピーマン尻をプリッと桃尻に。皆さんこんにちは、萌えです。今日はこの太ももとお尻の間にあるハミ肉を撃退するエクササイズをご紹介したいと思います。このハミ肉があるせいで、皆さんはつまめる分だいたい3センチぐらいですかね、足が短く見えてしまうんです。もったいない。しかもパンツを履いた時にお尻と足の間にあるあれももう嫌ですよね。ガードルを履いてごまかそうとした日には、ガードルを抜いた瞬間にぷよよーんと出てくるあいつ、もう根本から撃退しちゃいましょう。このハミ肉の原因は2つあります。1つは太ももの裏がとっても硬いこと、もう1つはお尻全体の筋力低下です。このハミ肉を撃退するために、皆さんの多くは一生懸命ヒップアップトレーニングっていうのを行うと思うんですけども、そもそもこの太ももの裏が硬いままヒップアップトレーニングを頑張ったとしても、もう立った瞬間にこの太ももの裏側の硬さにお尻がよーっと引っ張られて、そして引っ張られたことによってお尻が下に下がり、さらにここにふにょふにょっとしたハミ肉ができてしまうんですよ。ではこれを解決するにはどうしたらいいかと言いますと、まずはヒップアップトレーニングをする前にしっかりともも裏をストレッチして柔軟性を高めてから、もも尻になるトレーニングを開始していく順番が大切なんです。では今日は最初にこのもも裏のストレッチをしっかりと行ってから、綺麗なもも尻になるようにトレーニングを行っていくんですが、そもそもお尻の筋肉っていうのは3つに分かれています。大臀筋と中臀筋と小臀筋、この3つをパーツごとに一つ一つ今日はエクササイズをしていきたいと思います。この3つの部位に合わせたエクササイズを一つ一つ順番にご紹介していきたいと思います。ではエクササイズにする前に、あなたのももの裏がどれだけ硬いのか柔軟性をチェックしてみましょう。さあこのようにですね、足を前にストーンと伸ばして座っていきますよ。その時にね、ご自身の右手を使ってちょっと骨盤に手を当ててみてください。左手はお腹の前に手を当てて、この手をしっかりと骨盤が立って骨盤垂直になるよという方はあまりいらっしゃらないと思いますが、大体の方がこのように骨盤後ろに引っ張られて後傾気味、その後傾している角度の分あなたの太ももの裏は硬いんです。ではここを柔らかくしてハミ肉を撃退するストレッチから開始していきましょう。では今日行うエクササイズとストレッチは大きく分けて2つです。この順番がとても大切なので少し説明しますね。まずは太ももの裏のリリース、そして小臀筋のリリースです。それからもも尻を作るためのヒップアップエクササイズを行っていきます。この順番を守ることによってハミ肉を撃退できるので一緒に行っていきましょう。ではスタート。最初は片足から行っていきます。片足のももを抱っこしていきましょう。そう、こことここお腹と太ももが離れないように前にゆっくりゆっくり倒れていきます。途中で離れそうになったらここでキープ、離れないような状態、ノリでくっついていると思ってね、そのまま息を吐きながら前に前に前に少しずつ少しずつ伸ばしていくと、お尻を引っ張っている太ももの裏がしっかりと伸びてきます。お腹と太ももが離れそうになったら戻って大丈夫ですよ。かかとできたら突き出していきましょう。ゆっくりと少しずつ前に前に。OK です。今度反対いきますね。反対も同じです。太ももをこのように抱きかかえていきます。ここからお腹と太もも離れないようにして前に前に前に少しずつかかとを突き出して、足がしんどい方は反対の足をこうやって折り曲げてても大丈夫です。呼吸はゆっくりと息を吐きながら前に前に少しずつつま先を天井方向へ持っていきます。かかとを突き出してあと少し数ミリでも前に頑張っていくとここが伸びてきます。
ゆっくりと吸う息でお腹が太ももに近づくのを感じながら、吐く息でもう1ミリ前に。OK です。次はね、こんなボールを用意してもらいます。ボールがない方は握り拳でも大丈夫だよ。この骨とお尻の間のところに置いて寝転んでいきます。足をこのように膝持って自分の方に吐く息で近づけていきましょう。ゆっくり吸って少し戻したら、また吐く息でこのボールに体重をかけてみて、奥の方のお尻の筋肉がじわーっと伸びていきます。余裕がある人はこうやって外に膝を開けると、開脚ができない方が困っている、この真ん中の開脚ができない原因になっている筋肉もじわーっと伸びてきますよ。痛いと思う方はこの辺りでリラックスするだけで大丈夫。あと少しです。さあ OK です。今度また反対、このお尻の骨の真横ね、ここに置いてください。吐く息で自分の方に膝近づけてくるんですが、できる限りこのボールか握り拳に体重を乗せていってください。余裕がある人はゆっくりと開いていくんですけども、結構開くと体重が乗ってピンポイントに痛いので、痛い方は少し戻したり伸ばしたり戻したりしながらご自身のペースで行ってください。どうしても痛い方はこうやって抱きかかえるだけで大丈夫です。慣れてきたらね、足こうやって上げても痛くなくなってくるので、そう、痛くなくなった時はしっかりリリースされている証拠ですよ。どれでも大丈夫です。選んでいきましょう。あと少しキープします。 OK です。ではエクササイズに入ります。肩の真下に手首、骨盤の真下に膝が来る位置に四つ這いになります。足をしっかりとあのハミ肉の延長線上に伸ばして、少しだけ上げたり下げたり行っていきます。この時に注意していただきたいのは、つま先は下を向けていきます。かかとはぐーっとエアーで向こう側へ遠くへ押して、大きく動くとお尻全体に効いていくんですけども、そうではなくて今効かせたいのはあの例のハミ肉ということで、小さな動きを行っていきます。この時にご自身のこのお尻のあたりのハミ肉に意識を向けながら、しっかりと呼吸を行いながら、ちっちゃい動きを何回か続けますよ。はい、つま先がこの時横向いちゃったりとか内側にならないように、しっかり下向きでちっちゃいちっちゃい動きだよ。 OK です。今度反対いきましょう。反対行っていきましょう。また延長線上、あのハミ肉の延長線上にセットしてね。はい、行っていきます。ちっちゃく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 動くんです。ちっちゃく動かないと、お尻の大きな筋肉を大きな動きで動かすんじゃなくって、お尻と足のあの間にあるハミ肉のあたりをしっかり上に押し上げるようなイメージです。イメージも大事です。結構しんどいんですけども、しんどい方はお休みしながら行っていきましょう。あと少し頑張って頑張って、小さく動いてね。小さく小さく小さく、そしてつま先は下向きですよ。あと少しあと少し、結構しんどいです。小さな動きを行ってください。でこの時にだんだんしんどくなって、手がしんどい方はこうやっても大丈夫です。OK です。次は今度もう一度肩の真下に手首、骨盤の真下に膝、ここから同じように伸ばして、つま先も下向き同じです。今度は小さな円を描いていきます。これも大きな円を描きすぎるとハミ肉には効かないので、ちっちゃな円をちっちゃな円を小さな円を描きます。この時に描いている腕の中心は足の裏です。足の裏でなるべく丸い円を描いていきましょう。
意外とこれ綺麗な円を描くのって大変なんですけども、それを意識してイメージして丸い円を描いてみてくださいね。さあ、あと5秒です。頑張りましょう。 OK です。今度反対いきます。反対も同じです。同じようにセットしていきます。はい、スタート。私は右利きなので左がなかなか円を描きにくいです。なんか楕円みたいになってきます。ゆっくりでも大丈夫です。なるべく小さな円を描いていきましょう。呼吸も止めないでくださいね。で、しんどくなったらこんな風に肘を下に置いても大丈夫です。どっちでも大丈夫です。選んでいきましょう。さあ、あと少しなので頑張っていきます。呼吸止めないでください。さあ、あと5秒、頑張って。はい、 OK です。では最後なんですけども、これはしんどい方はお休みしても大丈夫ですよ。やりたいという方だけ行っていきましょう。伸ばした足、膝を曲げて横からこのように肘を肩に近づけていきます。これを行うことによってお尻のエクボができてきます。もうこれはめっちゃ疲れてるよという方、今だけね20秒、10秒と10秒ずつ安心してくださいね。私は頑張っていきます。で、この時に注意していただきたいのが、この膝の高さがこれぐらいになっちゃうとお尻のエクボっていうのができにくいので、なるべく限界まで上の方に上げてみてください。あと一息。あー、しんど。だんだんお尻が燃えてきました。OK、 反対いきますよ。しんどい方はお休み OK ですよ。しっかりとセットして横を向けて、さあ開始。この動きはゆっくりでも速くてもどっちでもいいです。なるべく限界まで膝の高さ、ここら辺が限界って方はここでも大丈夫なんだけど、開ける方は開いてください。あと少し。熱い、お尻熱くなってきました。あと少し頑張っていきます。あと10秒。だんだん疲れてきました。OK です。はい、皆さんお疲れ様でした。立っていただいて歩いた時にお尻を使っている感覚があれば大正解です。ぜひ皆さん少し続けてみて、このお尻と太ももの間の筋肉を撃退してください。では最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。この動画のご感想はコメント欄までお待ちしてます。チャンネル登録や高評価ボタンもとっても励みになるのでよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。